シンプソンはアメリカ海軍のミサイルフリーゲート。オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの46番艦。艦名はロジャー・ W ・ブリュー・シンプソン海軍少将にちなむ。シンプソンはメイン州のバス鉄工所で1984年2月27日に寄港する。同年8月31日に浸水し、1985年11月9日に収益した。 イラン・イラク戦争中の1988年1月には、ペルシャ湾に展開し、クウェートの石油タンカー護衛任務に従事する。同年4月17日、シンプソンはプレイング・マンティス作戦に参加した。4月18日の午前9時頃にシンプソンは、ウェインライト、バグレーからなる、チャーリー水上戦闘グループの一貫として、ペルシャ湾において、 イラン海軍の石油施設及び通信施設を破壊した。あと、同グループは、カマン級ミサイル、パトロール艇ジョシャンに遭遇し、ジョシャンはミサイルを発射した。戦闘グループの指揮官はシンプソンに、ハープーンによる迎撃を指示し、シンプソンのハープーンミサイルがジョシャンの上部構造に直撃した後、グループによる砲撃で、ジョシャンは沈没した。この戦闘により、シンプソンは、 共同部隊功績賞、戦闘機賞、総合遠征メダルを受賞した。2006年の時点でシンプソンは、フロリダ州、メイポートを母校とし、第14駆逐戦隊に所属した。2015年9月29日退役。シンプソンは、戦闘において航空機を含まない、艦上装備で敵艦を撃沈した、現役艦,艦艇の最後の二隻であった。ありがとうございます。